おはようございます。今、バギオのミラドールっていう場所からお送りしてます。でこの僕の後ろに見える建物がストーリーシェアバギオシティの日本語校舎です。日本語校舎って呼んだりミラドール校って呼んだりなんか名前がそれぞれなんですけどこれですね。で結構なんて言うんだろう、ちっちゃく見えるんですけど実はこれ崖っていうか壁側に家が建ってて見えてるのが3階部分でこの下に2階と1階があるっていう感じで実は結構大きな建物なんです。で割と雨が多いバギオなんですけど僕来て月曜日の夕方に着いたんで火曜日で今日が水曜日3日目なんですけど雨に降られることはなくずっと超快晴でございます。じゃあ早速僕の汚い、まあ、いつも通り綺麗に掃除とかしてない使いっぱなしのそのままの部屋を案内したいと思います。リビングはこんな感じですね。でここで普通に飯食ったりとかくつろいだりとか。Yes, it's a video. Hi, my name is Frida. Welcome to Story Share. Thank you so much. Hello. Nothing. I have nothing to say. 今先生たちが休憩しているところを通り過ぎて下に降りると。なんかなんて説明すればいいんだろう、アリの巣みたいになってていろんなとこに部屋があります。ここ2階のリビングね。でここ通り過ぎて3階に行くのはね1階外に出ないといけない。この下にバギオはいつも思うんですけど長崎みたいな坂の町なんですよね。こんな感じです。で今の時間はちょうど休憩時間なんで先生とかもそこら中でゆっくり過ごしてます。ここにも一人先生がいます。でこれが3階の僕の部屋です。まあ、部屋はこんな感じでいつも通りシンプルにベッドがあって洋服ダンスがそこら中にありあとまあ勉強机があると。もう超シンプルな部屋ですね。でバギオは寒いんでセブとは違って布団を大量に貸してもらえます。こんなにいらないんですけど僕ね合計で4枚借りてます。でこれは言ってもらえればいくつでも用意してもらえるみたいなんでまあなんか4つあったから4つとも使ってるだけで本当は2つくらいで十分だと思う。これがバギオで